こんばんばはです最近楽天のお買い物マラソンに合わせてあの黒沢映画を買うっていうのをやってるんですよね、まあ、黒沢映画自体は以前から見たことがありましたけど最近こういう 4K ウルトラ HD 版が出てるんですよでこれを、まあ、地道に買い集めてるっていう感じなんですけど今回はあの天国と地獄を買いました分散して買うことによってポイント倍率を毎回上げていくっていうね、まあ、しかもこれ楽天ブックスだから そこでまた0.5倍とか上がるわけですよ。で、今回のこの天国と地獄なんですが、やっぱ面白いですよね。子供の誘拐事件が最悪のタイミングで起きて、主人公がものすごく苦悩するわけですよ。仕事のために必要な3000万円を身の代金で使うのかどうかっていうね。この3000万円を仕事の方に、というかまあ株購入に当てないと会社から追い出されるし、 かといってそっちに使っちゃうと子供の身の代金が払えないしっていう。しかも自分の子供が誘拐されたのかと思ったら、まあ、ちょっとこう服を入れ替えていた、まあ、違う子供、まあその運転手の子供だったっていうのもあるし、警察が犯人を追い込んでいく過程もいいですよね。当時誘拐だと罪が軽かったんですよね。これ何しろ1963年の作品ですから。であの、そういうのがあったので、あの、この映画内では、 その犯人を泳がせて罪を重くしようとするわけですよ。久しぶりに見ましたけど相当面白かったですね。やっぱ映像も綺麗になってるし、やっぱ音声もね、相当クリアになってますから。天国と地獄は皆さんにもぜひ、というかまあ、あの、黒沢作品全部ね、見ていただきたいなと思います。でですよ、そんな天国の地獄の犯人のようにですね、どんどん、まあ追い込んで罪を重くしてほしい人いますよね。そう、迷惑外国人配信者、ジョニー・ソマリこと、イスマエル・ラムジー・カリド容 す。彼が逮捕されたのはもう先月のことなんですが、警察はさらに威力業務妨害容疑で再逮捕する方針を固めたと言います。産経新聞の記事からですが、捜査関係者によると、カリド容疑者は大阪市内の飲食店内で迷惑行為を撮影し、インターネット上で動画を配信し、店の業務を妨害した疑いが持たれているとのことです。まあ、なんかその大音量で音楽流したりとかね。 本当にね、このね、ジョニー・ソマリーこと、イスマイル・ラムジー・カリドはね、迷惑なやつですよ。で、そうやって各地で騒ぎまくってきたのに、いざ取り調べ、その、逮捕されると、黙秘していると言います。これ、誰かね、まあ、なんか、早く出るには、みたいな感じで吹き込んでるやつとかいるんですかね。それこそ、あの、苦情の滞在まあ、そういう漫画あの、闇金牛島くん書いた、あの、作者の方がか今書いている漫画ありますけれども。 そんな感じなんですかね。今後どう展開していくのか、まだちょっとわからない部分はあるんですけれども、まあ、ともかくね、追及できる余罪はすべてやるべきです。そして天国と地獄のように、最大限の可能な限りの現行法でできる罪にしてほしいですね。まあ、言うてね、その人殺してるとか言うわけでもないので、まあ、たかが知れてるかもしれませんし、まあ、結局ね、罰金払って終わりみたいな展開、 もあるかもしれない。ただそれにしてもね、あの最短法をその交流期限ギリギリくらいで繰り返してあの。 疲れさせて、もう消耗させてほしいですよ。で、最後には、これもちょっとね、難しいかもしれませんが、永久に日本の地が踏めないようにしてほしいですね。あんなのが日本にいると、本当ね、あつしか生まれませんから、永久追放というのが正しいです。こういうのはちゃんと潰しておかないと、模倣犯が出るかもしれませんからね。そういうのを生まないためにも、可能な限り引っ張っていかないと。ただ、こういうのって、やっぱ特殊個体なんですよね。あの、ヘズマリュウとかもそうでしたけど、 まあ普通にはそんないないんですけど、一人が特殊すぎて、めっちゃ目立っちゃうっていう、そうそうここまでのやつは出てくるとは思いませんけれども、まあ、それゆえに厄介ですね。というところで、今回は以上です。最後にかわいいポコちゃんをご覧ください。ポコちゃん、よかったね、新しいベッド。あるけど、こっちで寝てるもんね。かわいい。 ここを見るとハゲは見えないんだけどこ,のここにちょっとあるんだなまだここねだいぶ治ってきましたねそしてこの顎のところにも巨大なハゲがありますけど今はちょっと見えないんで早く直してねぽこちゃんでもだいぶ良くなったからねいやーかわいいたっぷり休んで毛を生やしてくれ